バックエクステンションは、ウェイトトレーニングの基本的種目の一つ。脊柱起立筋、大電筋、ハムストリングスなどの筋力、筋量が増加する。ローマンベンチを用いる。ほぼ水平なものと約45度に角度がついたもの、角度調節が可能なものがある。後者を用いる運動は、ハイパーエクステンションと呼ばれる。フラットベンチを用いて、 パートナーに足を押さえてもらいながら行うこともできる。負荷を重くしたい場合は肩にバーベルを担いで行う。ローマンチェアーを使用したバックエクステンションハイパーエクステンションハイパーエクステンションベンチの高さとパッドの位置を調節する。ベンチにうつ伏せになり足首をパッドの下に入れる。上体を折り曲げ両手を胸の前で組み肩甲骨を寄せて胸を張る。下背部に 自然なアーチを作る。息を吸いながら、上体をゆっくりと上げる。上体が水平になり、体幹がまっすぐになったら、2秒ほどその姿勢を保持する。息を吐きながら、ゆっくりと元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。ベンチの高さとパッドの位置を調節する。ベンチにうつ伏せになり、足首をパッドの下に入れる。上体を折り曲げ、両手を胸の前で組み、 肩甲骨を寄せて胸を張る。下背部に自然なアーチを作る。息を吸いながら上体をゆっくりと上げる。体幹がまっすぐになったら2秒ほどその姿勢を保持する。息を吐きながらゆっくりと元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。ありがとうございます。